ダブリン市民は、ジェームズ・ジョイス初期の短編小説集で、アイルランドの首都ダブリンを舞台としている。ジョイスの他の作品同様に、ダブリンで生きる人々の生活を描いた全15編の連作短編集。1905年に、ロンドンで出版を試みたが断られ、1909年には、ダブリンの出版社に一度は合意を取り付けながらも3年後、出版にこぎつけることなく、 公用解消。最終的には1906年にローマで書かれた短編を加えて1914年にロンドンで出版された。ジョイスの作品においてはアイルランドでの経験がその根本的な構成要素となっており、すべての著作の舞台や主題の多くがそこからもたらされている。ジョイスの初期の成果を修正した短編集ダブリン市民は ダブリン社会の停滞と麻痺の鋭い分析である。多くの大学で英文講読テキストに採用されている。同書中の作品にはエピファニーが導入されている。エピファニーとはジョイスによって特有の意味を与えられた語で物事を観察するうちにその事物の魂が突如として意識されその本質を露呈する瞬間のことであり、ジョイス以降こうした事物の本質の権限をテーマとする。 作品のことをエピファニー文学と呼ぶようになった。短編集の最後に置かれた最も有名な作品、死者たちは1987年にザ・デッド・ダブリン市民よりとして映画化され、ジョン・ヒューストンの最後の監督作品となった。その後2000年にはミュージカルになっている。この作品は1万5000から1万6000ワードからなり、単独でも周辺小説に分類される。 短編集を構成する各編は以下である。現代に続いて括弧書きで示した放題は、米本による。ダブリナーズ・バイ、ジェームズ・ジョイス・プロジェクト・グーテンベルクによる、全文公開、アラン・ウォーレン・フリードマン、パーティー・ピーシズ、オーラル・ストーリー・テリング・ソーシャル・パフォーマンス・イン、ジョイス・ベケット、シーラ・キューザ・ユニバーシティ・プレス。 2007p232http コロンス、ok、ラッシュスラッシュ books.google.co.uk スラッシュブックス i d イコール d h k 1オネル l 3 2 c g c ピコグラムイコール pa232&dq イコールエリビデニスコートニー v イコールオネパゲ &q イコールエリビパーセント %20%20 デニスパーセント %20 コートニ 2& f イコー f フォル e 2 0 1 1年3月17日、閲覧。ありがとうございます。